横浜火力発電所は神奈川県横浜市鶴見区大国町11の位置にあるジェラの天然ガス火力発電所。2009年8月1日撮影1962年8月に1号機が運転を開始6号機までが建設された。当初石油戦勝であったが後に LNG、石油根性を経て LNG 戦勝となった。その後、 電力需要の増加に対応するため1998年1月には、排熱回収型コンバインドサイクル発電方式の7-8号系列が増設された。この7-8号系列においては、国内事業用火力としては初めてガスタービーンの軌道にサイリスタ軌道方式を採用した。一方、設備の老朽化に伴い2000年3月には1から3号機が、 2004年12月には4号機が廃止された。主な燃料である LNG は東大木島火力発電所に併設された LNG 基地からパイプラインにより供給を受けている。日本立ち並ぶ高さ地上200メートルの廃棄塔は周辺にある横浜ベイブリッジ及び鶴見翼橋に合わせたライトアップを行っていたが現在は取りやめている。2015年からは 7号系列及び8号系列の全8軸について、発電効率の向上及び増出力を目的に、ガスタービン及び高中圧上気タービンの取り替え工事を順次実施した。これにより、発電効率が1.7%向上、出力が2.7万キロワット増加した。なお、5、6号機については、旧式化、経年劣化が進み2016年4月1日より、 長期計画停止となった。2016年4月に、東京電力から子会社の東京電力フュールパワーに移管され、2019年4月にはさらにジェラに移管された。トゥイニー横浜1999年撮影敷地内には、トゥイニー横浜名称の東電 PR 運営の PR 施設が1997年に開設され、電気及びエネルギーに関する。 様々な情報を知ることができるほか、様々なイベントが定期的に開催されていた。ツインタワー上の排気当外観が名称の由来となっている。発電所見学を希望すれば、展望台まで登ることが可能であったり、施設内の野球場を一般開放していた。しかし、2011年の福島第一原子力発電所事故の影響により3月12日から休館し、 その後再開されることなく、同月末をもって施設公開を正式に中止した。2018年4月29日、敷地内に東京ストロベリーパークがオープンし、通年でイチゴ狩りができる。イチゴ狩りの施設のほか、ビュッフェなども併設されている。ありがとうございます。